またファニーちゃんの表情がすごくコロコロ変わるので、そこは演じててもすごい楽しかったのでチェックしてもらいたいです。そうですね、もう声優自体が初挑戦なので、もう全部がこう初めてだったのですごい難しかったんですけど、これからもっともっとファニーちゃんとこう同化というか一心同体になれるように頑張っていきたいと思います。見てください。オートコーンというのがありまして、あのミミ言ってるやつなんですけど、あれがもう何が OK なのかわからなくて、とりあえずもう作るところからすごい悩んでた感じがしましたね、はい、そうですね、まああのバンダムって割とこう圧も強いしいろいろやるんですけど、まあ、店のことを考えてるとか、まあ、いろいろ従業員のために動いてはいるんだぞっていう、まあ、垣間見える優しさがねあるはずなんですそれをねぜひ拾っていただきたいなと思います。まあ、今回は本当に独特な世界観と、これから何が起こるのかわからないという非常に不思議な作品になっておりますので、まあ、ぜひ6話、期待して待っていてください。よろしくお願いします。